さあ、12時を回りました。これからですね、ポンちゃんの警戒態勢に入ります。まだ、布団をきちんと敷いていないんですけれども、マオイママがですね、介護用の、シートというのを買ったそうです。まずは1個ね、それを布団の上に置くということをやってみます。ポンちゃんはつい先ほどですね、長い眠りから覚めて、今ちょっとうろうろ始めているところですね。夜はずっと寝てたね。さあ、ここからが活動の、スタートだと思うんですけれども、まあ、少なくとも、布団をむき出しにしておかない状態を作りますので、なんとかなるかな。お願いしますね、ポンちゃん。ポンちゃんが水を補給しています。さあ、ここからですね。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ここでおしっこするっていうのはどうかな？どうですか？まだマオイママさんが戻ってこないので、布団の準備はできません。よってまず汚されることは今のところはないんですけれども、はい、ポンちゃん、ちゃんくんがどうしたっていう顔になってますが、ポンちゃん、ちゃんくん降りる。ジャン君のお相手もしたいんですけど、今ちょっと
ポンちゃん警戒態勢に入っているのでごめんね。はい。あ、そっち戻っていきますか。そしてまた水分補給。この時間に随分水分補給するね。結構やばいかな。こちらはこちらで大変です。これジャン君、ジャン君は障子を破るの好きです。まあいいけどね、これはまた貼ればいいから。はい、こっちは何ですか、お呼びですか。 OK、 はいはいはい、君たちが仲がいいのはとてもいいです。いいんですが、ちょっと心配ですね。ポンちゃん、もうすぐ1時になろうとしているところですね。そろそろポンちゃんを、尿意が尿意が来てるんじゃないですか、ポンちゃん。マオイママさん、なぜ上がってこない。まさか下で寝てるかな。でもここを目を離すとポンちゃんがやばいよね。どうしようかな、どうしようかな。ポンちゃんちょっと、あ、今度はご飯。だんだん元気になってきたぞ。ジャン君もですか。ちょっと一瞬行ってくるか。これから、マオイママさんは上に上がってくるそうです。そしたらですね、その介護用のシートというのの威力をちょっと見てみようと思います。さあ、一応ですね、これですね。ベッドを濡らさない防水タイプで洗濯の後の乾きが早い、四隅ゴム付き全身サイズ防水シーツ、こういうものを買ってきたようです。裏側がこのようにちょっとビニールっぽいというか、なんだろう、ゴムというかですね、そういう感じになっています。これを上から貼る感じですね。はい、つけてみました。ちょっとサイズがですね、こう両脇がこう出ちゃう感じ。ここにされたらまた、コインランドリーですね。横が105センチ、105センチ以上あったってことだよね。敷布団の方が小さいって、
掛け布団は大きくできているので、敷布団用ということなので、掛け布団にはやっぱり短いと。これをなるべくこう折り込んだような感じにしてですね、裏でゴムで留めるとか、できたらいいかなと。あとはこういうところに乗っかって、逆にしてくれるならいいかな。これって一応吸うんだよね。で、横にダラダラダラって出たりはしないだろうと。ベッドを濡らさない防水タイプって感じ。おしっこの量によってはさ、横にこうバーッと流れたりするとちょっと辛いな。まあとにかくこれでやってみましょう。そしてこれ1個だけ買いましたけれども、いいようだったら2つもう1個買うと。この銀色ですね。これを、もう一つの布団にはかぶせます。そして今、1時ですので、あと1時間ぐらいちょっとポンちゃんと遊んでですね、トイレを使うのを確認してから寝たいと思います。では、マオイママの方はこの赤のブランケットでやってみるということですので、この宇宙服みたいなやつ、これをさらに念には念ということでかぶせてみます。さあどんな感じでしょうか。ポンちゃんは今ここにいます。2回お水を飲んでまだトイレをしていません。ポンちゃん、ポンちゃん、なんかかまってほしい感じなのかな。ポンちゃん、ポンちゃん、おしっこしてないでしょ、まだ。どうぞ、トイレでおしっこしてください。はい。はい。なんか食べる？うん。さてはうんちの方じゃないかな。このあとおしっこだけ布団の上にしたんですよね、昨日。いや、ポンちゃんのあのポーズおしっこだね。おしっこだね。うんちのしっこのポーズとちょっと違う。ふいふいふい。出た。元気だね、ポンちゃん。おしっこ出たね、ポンちゃん。はい、おしっこ出た。偉いぞ。そして開けて出ていく。おしっこした後もテンション高めだね。さようなら。うん。ちゃんくんはポンちゃんのトイレの後をシャカシャカしに来ましたが、そのまま後を追って外に行きました。これが今日のストーリー。はい、外から戻ってきてまたトイレに。そういえばさ、古い方のトイレですね。うん。ポンちゃんはそっちのが好きみたいだね。うん。わかんない。
昨日は新しい方入ってた。あ、でも新しい方に入った後におしっこした。布団に。ポンちゃんね、左でね、うんちした後にこっち、うん、あ、その前の日か。それが黒犬の布団の日だ。そうか。うんちが縦に刺さって、ちょっと映像では撮れませんけど棒倒しみたいになってます。ポンちゃんどうやってしたの、うんち。ポンちゃん面白いことになっちゃったね。ポンちゃん今棒倒しをやっている状態に。あ、倒れた。ちゃんと隠れたね。隠れたとはまだ言えない。ポンちゃんのこの後が、この後が問題ですよ。おしっこし、はい、おしっこを横でしてね。はい、入れちてな。ポンちゃん、ポンちゃん。でもさっきおしっこしたんだよね。まあはずなんだけど。うんちの前にね。で、ジャン君が隠してね。なかなか侮れないところがポンちゃんです。ポンちゃん。そしてまた外行くのね。ポンちゃん外行くの？はい。はい。あ、遊ぶ？はい、遊ぶ？あ、その前にトイレ掃除しちゃう。あ、じゃあ掃除して。な、2時14分になります。まおいママさんはポンちゃんを遊ばせているところです。ジャン君は？戻ってくるの？ジャン君、ポンちゃん、鼻当てて可愛いっすよ。こっちほら、めっちゃ可愛い。ほら、可愛い。ポンちゃん。めっちゃ可愛い。今度はジャン君がおトイレですね。ポンちゃんさ、夜暗いとさ、黒目がちで目がよく見えない。黒目がちで。可愛いんだけど、可愛いけど黒黒です。ピントがちょっと暗いかな。だからいいよ。いいの？うん、夜だから暗くしちゃったもんね、ワンちゃん。ワンちゃんがこの後寝てくれるといいんだけど。うん、いてよ。何をこびしてんの？って顔してるよ。いいよ、ジャン君。またすぐ掃除するから。そんな買ってこないとちょっと少ないっぽいよ。そうだね。明日は行けないか。うん。ホームセンターに買いに行きたいかも。あさって行きましょう。